中国の新興 EV メーカー、ニオ、ニオが新型セダン ET5 を発表しました。欧州市場にも導入される予定です。中国発の EV セダン後続距離は 1000km 超。中国の EV メーカー、ニオ、ニオの新型 ET5 は、テスラモデル3を真正面から狙ったコンパクトセダンである。毎年開催されるイベント、ニオデーで発表された ET5 は、 既存の ec5。es6。es8。そして近日発売予定の高級セダン et7 に続く同社5番目の市販モデルとなっている。中国での価格は38、935ポンド約585万円相当でデュアルモーターのテスラモデル3。パフォーマンスよりもわずかに安い価格設定となっている。中国での納車は2022年9月に開始され。 欧州での納車は2023年春に予定されている ET7 と同じテクノロジープラットフォーム2.0をベースにした ET5 はフロントに 204PS の非同期モーター、リアに 286PS のモーターを搭載し合計出力 493PS、最大トルク 71kgm を発揮時速。 0100km 加速は4.3秒だが、最高速度はまだ公表されていない。バッテリーサイズは3種類用意され、75kWh のスタンダードレンジは、航続距離 550km、100kWh のロングレンジは 700km、150kWh のウルトラロングレンジは 1000km 以上を誇る。しかし、この数値は、 中国の CLTC サイクルに準拠しており、WLTP サイクルでは全く異なる結果が出ると思われるミニマムなデザイン半自動運転機能も全長 4700mm で、リフトバック風のたくましいシルエットは上級セダンの ET7 によく似ている。リアのデザインは EP9 にインスパイアされたもので、ワイドかつシャープなフォルムは、スポーツ志向を表しているという。さらに、空力効率を高めるために、ダックテールスポイラー、フラッシュ式、ドアハンドル、フレームレスウィンドウ、フロントエアインテークなどを採用し、長大な航続距離実現の鍵としている。ミニマルなキャビンも ET7 をモデルにしたものだ。 ダッシュボードにはほとんど機能を持たせず、縦長のインフォテインメントタッチスクリーンやデジタルメーター、パノラミックルーフも ET7 と同様、他にもドルビーアトモスサウンドシステムを標準装備し、その音響効果を高めるとされるサスティナブルなクリーンの内装材や見えないエアベント、256色のアンビエントライトなどがインテリアの特徴として挙げられる。また、 ET5 には、業界所の、車載エンターテインメント機能が搭載されるという。NIO は、テクノロジー企業、NREAL と協力して、装着車の前方6メートルに201インチの、仮想スクリーンを投影できる、特注の AR、拡張現実メガネを開発している。さらに、発売当初から、半自動運転機能を搭載し、高速道路、市街地、駐車、 バッテリー交換などのシーンで安全で安心できる自動運転体験を徐々に実現する予定とのこと。この機能は月額約81ポンド12000円で利用できるバッテリー交換システムで充電時間を短縮。バッテリー交換はニオのビジネスモデルの特徴であり参加することで車両価格から約8000ポンド 約120万円相当が引き下げられる。バッテリー交換は専用施設で3分程度で行うことができ、市販の急速充電器よりもはるかに早い電力補給が可能だ。ニオは2022年末までに中国全土で1300カ所以上のバッテリー交換ステーションを稼働させることを見込んでいる。また最近ではエネルギー企業のシェルと提携し、 バッテリー交換インフラを欧州に拡大するなど、中国以外の市場もターゲットに見据えている。ニオはすでに、ノルウェーで自動車販売を開始しており、2022年には、ドイツ、オランダ、スウェーデン、デンマークに展開する予定。ET5 の発表会で、社長のウィリアムリーは、2025年までに25、過酷以上で、ニオが存在感を示すと述べた。